はい、こんにちは、みやみやみです。前回ですね、ガンプラを見ていただく動画を作ったんですけれども、それと並行してですね、この期間中結構ビプラ、美少女プラモですね、それが大変今流行っているということをお聞きしましてですね、まあ、ガンプラが品薄状態になっている時にちょっと私もじゃあこういうものあるんだったら作ってみようかなということで作ってみましたので、そちらを見ていただきたいと思います。じゃあご覧ください。はい、では今日紹介しますのはこちら、バンダイの30ミニッツシスターズのシリーズです。左からリシェッタ、真ん中がネバリアで、一番右が最新作のユフィアになっております。こちらがですね、まあ、最近私がここ1ヶ月ぐらいで作ったキットになります。サーティミニッツシスターズって結構、まあ、30分で組み立てて入れるっていうのがコンセプトで、比較的作るのは簡単で、ただですね、自由度が非常に高いキットになっているので、パーツを組み合わせたりとか、あとカラーをねオリジナルで考えて塗ったりとかするっていうことで、すごく自分のオリジナルのシスターが作れるっていうのが実に楽しいところですね。もともとはね、私はガンプラばっかり作ってたんですけれども、まあコロナ禍の時にガンプラがなかなか売ってない状況があって、その時こういうビプラというものがあるっていうのを知ってやってみたんですけれどもね、まあ、こちらも今人気でなかなか品薄状態にはなってるんですけれども、やってみると楽しくてですね、ちょっとハマってしまいました。でガンプラばっかりを続けて作るのもなんかだんだん気がめいてくるので、ガンプラビプラガンプラビプラっていうサイクルで作っています。こちらがバンダイの第1号であるリシェッタさんですね。塗装はですね、まあ基本的に全塗装してます。で、髪の毛だけはまあちょっと成型色を生かしつつ、ハイライトにクリアホワイトで、シャドウ色にグレー使ってますね。で、これ本体の手足の色なんですけれども、ガイアカラーからプレミアムブルーブラックだったかな、プレミアムブルーブラック確かそんなんだったと思うんですけど、っていうのがあって、光の加減によってちょっと青っぽく見えたりブラックに見えたりっていうような、すごいいい色だったんで、それすごい気に入ってしまって、それを使ってます。で、シルバーはシャインブライトシルバーかな、この装甲のあたりは。爪がアルミか何かを使ってると思います。胸当てのパーツは普通にブラックかな、肩当ても。こちらちょっと回してみますね。こういう感じ で肌もシャドウ色とか、これはホワイトピーチがベース色になってまして、上からクリアペールレッドでシャドウをつけてます。サーティミッツシスターズはいろいろ拡張できるので、3ミリ穴がいろいろ開いてるんですけれども、この肩と腕のねアーマーのところにはこのスワロフスキーを埋め込んで、ちょっとね宝石っぽくしてみました。なかなか面白いと思います。こういうお手軽なことですけども、こういうのが結構やるのが楽しいです。次、こちらがネバリアさんですね。私は実はこのネバリアさんが一番気に入ってます。シスターの中では一番背が高いかもしれないですね。プロポーションとかがすごい好きで、なんかあと服とかも結構やりがいがあったので、これ本当はもともとの成型色でいくと胸のとこですね、この透けたストッキング生地みたいになってるところとか、お腹のあたりですね、あと太もも、これ全部もともとは成型色は普通に服というか紫だったんですね。それをサーフェイサー拭いて肌塗装して、その後ストッキング素材になるようにクリアブラック、クリアブラウンをで拭いて、ちょっとこうストッキング生地っぽくしてみました。これ実はボディの色自体はティターンズブルー使ってます。ティターンズブルーのまあ普通に1番と2番ですね。ちょうどガンダムマーク2みたいなティターンズ色みたいな色にしました。で、このコウモリみたいなの、
これあの羽なんですけど背中にもつくんですが、これは プリズムブルーブラックだ。プリズムブルーブラックですね、ガイアさんのプリズムブルーブラックで塗ってます。これやっぱ光の加減によってあの青っぽくなったりブラックになったりメタリックな感じでいいです。で私の好きなスワロフスキーですね、埋め込んでます。これなかなかお気に入りです。尻尾先端もプリズムブルーブラック、背中の装甲のところもちょっと肌色っぽくあのストッキング生地っぽくしてみました。スケト層ですね。ちょっとなかなかねスケト層って結構気を使うんですけども、ちょっと塗膜が分厚くなるのであんまり関節がバキバキな感じですけれども気に入ってます。武装もねこれちょっといろいろ塗り分けて、槍の先端はキャンディー塗装ですか、あのシャインブライドシルバーの上からクリアパープルを拭いたりしてます。ちょっと映像では分かりづらいですね。ちょっとクリアパープルがあんまり見えない。ネバリアさん一番お気に入りです。でこちらが最新作のユフィアですね。今後の30ミニッツシスターズのシリーズから新たにあの30ミニッツファンタジーっていうシリーズが始まる予定なん、あもう始まってるのかですけれども、それとちょっと連動してるのかな、ちょっとそれっぽい感じでちょっとファンタジーな感じのキャラに、あのキャラデザインとかも変わってちょっとあの中世の騎士っぽいみたいな感じに、ね、なりました。でユフィアさんはやっぱ30ミニッツシスターズ一番最新なんですけども、キット自体の作りもすごく進化していて、いろんな稼働とか作りとかですごいバンダイの進化を感じるキットですね。でこちらもね結構作ってて楽しかったし作り合いがあったんですけども、こちらはですね白基調でこれクールホワイトですね。で装甲はガイアのシャインブライトシルバー吹いてます。で装甲のシルバーはチタンクロームか何かで塗ったと思います。髪はこれはあの成形色を生かしつつハイライトにクリアホワイト、シャドウにあのガイアのブロンドのシャドウ色使ったと思います。でこちらもユフィアさんもやっぱり胸の部分とお腹と太もも部分はもともとは真っ黒な成形色だったんですけれども、ちょっと肌色成分多めにしてみました。最初はこのお腹とかはこの太もも内側と同じようにスケト層にしてみたんですが、結構なんだろう肌色の方が明るい感じになっていいんじゃないかなと思ってちょっと肌色にしてみました。でもともとは、ね、スパッツ履いてるみたいな感じだったんですよね。でもこの肌色にしたら結構なんだろう健康的というかなんかかなりいい感じなんじゃないかなと思います。こちらのキットもですねなんかネバリアさん同様なんか何個か買っていろんな色で作ってみたいなって思うようないいキットでしたね。でこちらもこれはネイルパーツですね、爪のネイルの装飾のパーツを貼るだけなんですけどもすごくいい感じになって豪華になるんでおすすめの技法です。これ楽しいですね、こういうのやるの。他の部分も結構装甲とかにつけてもいいんじゃないかなって思います。というわけで今回は30ミニッツシスターズの紹介でした。このキットね私はまあ全塗装しますが成形色のままでも装甲の部分はあの光沢仕上げにしてボディスーツの部分は艶消しにするとかそういうことをやるだけでもすごいいい仕上がりになるので皆さん組んでみてもすごく楽しいキットだと思います。こちら結構おすすめです。そしてまた今後もねバンダイさんからどんどん発売されると思いますがすごい良さそうなキットがねまたラインナップに載ってたりもしたので楽しみにしています。はい、どうでしたでしょうか。美少女プラも結構ね作ってて楽しいものとなっておりますのでまた新しいのができたらまたご紹介させていただきたいと思います。またよろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあまたねー。